始まりました。夜の部です。7時40分まで配信します。夜頑張ります。お願いします。浴衣直ってるでしょ。直したよ。11周目完了、すごい。お疲れんこん。皆さん今日も一日お疲れ様です。7回目ですね、今日の配信。あと5個これ入れて。前田フォーティーの高、ありがとう。浴衣、七夕なので浴衣でなんかちょっと七夕っぽいね飾りをつけてみました。下手くそですけどなんかありがとう。ショールーム始めろのアラームが。スヌーズ機能。こんばんは。タコショックありがとう、リノ。浴衣かわいい。だいぶ喉良くなった。エナザリーナありがとう。似合ってる。似合ったな。明日はちょっと今日より早めに始めてもよろしいでしょうか。起きてくださるでしょうか、皆様。許可してくれ。起きてる。ありがとう。5時25分から始めようかなって。5時20分にしようか。5時25分って覚えづらい。20分の方がいい。でも5分でも遅い方がいい。
覚えやすい数字。5時25分にしよう。メールとツイッターと載せます。またあ、頭解放、痛かった。目覚ましテレビが始まる時間なの、5時25分って。すごいな、目覚ましの人。星投げカウントお願いします。カウントだけど申してってください。星集めの人、コイナージュッカリアとタワーにしてくれようとしてるよ、もしかして。もしかして、もしかして、だるまハートありがとう。ヤクルト48、ブーちゃん活躍ありがとうございます。短冊とありがとう。だるままで。うん。ああ。濃いな、ありがとう。ここで一気に話したいね。そうなんよ、ほんまにそうなんよ。今日明日なんよね、なんか私的な余裕があるのは。ありがとう。タワーありがとうございます。ありがとう。今日七夕よ。夏よ、完全に。こんなにさ、暑い、なんか真冬の時にさ、夏ってどんな暑さだったっけって思うよね。こんなに今暑いのにさ。不思議。つかにたかじゅっかありがとう。だよね。織姫ってここに住んでたんだ。今ね、織姫ってここに住んでたんだっていうコメントが、織姫ってニコ生主なんだに見えた。私疲れてる。織姫ってニコ生主なんだに見えちゃったよ。やばい。ちょっと疲れてるかもしんない。おもろいよね、織姫ニコ生主だった。何配信してんだ。
彦星のとつまちみたいな。え、待って、コメントかぶ、彦星のとつまちっていう、私が言った瞬間、彦星のとつまちっていうコメント来た。やば、え、よ、読んだ、の読んだ脳内。今同じタイミングだったよ。え、コメント読んでないから、ね、今の言葉。私が読んだ、え、同じタイミング、え、なんで怖っ、おもろ。みんな考えることは一緒だ。何そのシンクロ。脳内福田やな。あ、織姫が恋するフォーチュンクッキー踊ってみた。運命感じましょう。素敵、ありがとう。何分だ今。うん、あと3分や。次の配信は8時半、覚えやすい、8時半からです。寝る黒浴衣だからさ、寝れなくて、間の髪できない、ポニーテールだし、なんかいい感じに脳が起きてる。ツアーカーが申し込みした。お、ありがとう、楽しみ。ハンズありがとう。ダントツの1位、全然超ギリギリの1位。今だけ。ありがとう、みんな本当に。本当積み重ねだよね。ニーニー、ニノ、ナマステ、エンドザリーラ、ツカニ、ナッカー、カッチャン、ピーちゃん、ヤンシゲユキ、ブーちゃん、半熟玉天、チロ、ディライト、コイナー、ありがとうございます。ランキングを見ました。私が福田ワーストルトを打ちって言ってください。ありました。福田ワーストルチサードのメッセージを決まり、香川県出身のくちゃんこと福田会でした。それではこの後8時半にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。